中西祐介は、日本の政治家、自由民主党所属の参議院議員、財務大臣政務官、自民党水産部会長、自民党参議院政策審議会副会長、参議院財政金融委員長などを歴任、徳島県阿南市生まれ、阿南市立美野林小学校、阿南市立阿南中学校を経て、徳島県立富岡西高等学校を卒業後、 慶応義塾大学法学部政治学科に入学。卒業後 UFJ 銀行に入社。2007年に政界を志し、松下政経塾に第28期生として入塾する。2010年に卒塾。7月に第22回参議院議員通常選挙に徳島県選挙区から自民党公認で立候補し初当選。2012年10月。 自民党参議院政策審議会副会長就任。同年、参議院議員運営委員会委員。2013年3月、常任委員会の一つである、参議院内閣委員会理事に就任。2013年10月、参議院国会対策委員会副委員長に就任。2014年9月、参議院副幹事長並びに、自民党青年局長代理に就任。 2015年7月24日、徳島県と高知県の参議院合同選挙区による徳島県、高知県選挙区を創設する公職選挙法改正案に反発し、参議院本会議採決前に退席し棄権した。2015年10月9日、財務大臣政務官に就任。2016年7月10日、第24回参議院議員通常選挙に、 合区された合同選挙区である、徳島県、高知県選挙区から出馬し再選。2016年8月、自民党水産部会長に就任。2019年10月4日、参議院財政金融委員長に就任。ありがとうございます。